中洗い線路脇のザル菊が見ごろを迎えています。ザル菊の苗は5月に地区の皆さんによって植えられました。中洗地区では国の補助事業を利用しながら有害鳥獣に対する電気柵設置や有給農地を利用し花の植栽を行っています。平成29年からは会津鉄道中洗駅西側にザル菊を植栽し電車などで訪れる人を歓迎してきました。ザル菊は植えたままにしておくとザルの形にはならず長く伸びてしまうことから毎年株分けし植えています。今年は5月21日苗の植え付けが行われました。地区の皆さんらおよそ30人が参加しました。苗を植えたり草取りなどを行いました。よく撮ってるよ、どんな計画になってんの、ここをこうどんな風に。ここから始まって、アムゴの列から、オレンジ1、ピンク1、赤1、黄色2、紫1、白1、赤1、オレンジ3、ピンク2、赤4。で、今んとこ、今度ここに入って、白にやったから、あの石のとこ白にやったから、今度これ紫にやって、今度その次黄色3やって終わり。はい、これ終わり。はい、これが紫。紫、はい、はい、おいでくから。色決めはなんかみんなでやったの、マサトシさん。ああ、マサトシさんは。のよ、前の。これは何色ですか？これ紫。あ、紫？はい。あんま良くないの、今年は。紫は寄せの苗はいいんだけど、この紫はあまり良くない。地元の苗を置いてくさんよ。こんなちっちゃいのがあんなでっかいザルになるとは思わないね。やった時はね、立派に咲いてくれて、本当咲いてくれていいよね。でも霜、あの菊は霜とかあんまり強いでしょ。強いね。があっても、
しなんか20人以上集まって、うん、28回今のとこ、うん、あの活気ありますね。うん、はい、まあ、これ田植えだからね、うん、ちょっと参加者少ないけど、はい、この、はい、あの事業の正式名ってはどんな名前になってるんですか。多面的機能支払い交付金制度、はい、この制度を利用してこの菊を植えるっていう、うん、これは事業を菊ってことじゃなくて、うん、有給農地、あ、はいはい、有給農地の利活用ということでやってんのね、うん、ここからもうこう右とこに全部そうだから、うん、それで、このザレン菊は平成29年4月の21日にリバティアイズが田島に乗り入れた時に、うん、ここ草ぼうぼうだったのよ、はい、それではおもてなしにならないだろうということで、やはり、そういう花でね、おもてなしの気持ちを表現しようということで始めた、うん、で皆さんこうやって協力してくれるから、はい、まあ、この辺ではちょっとした知名度が上がってね、で、うん、会津鉄道が去年から絶景のザレン菊鑑賞ツアーというのをやって、うん、去年は36人来た、うん、でも花植える前の苦労はすごいですね。これは大変だよ、これはあのザル菊で今まであった菊をそのまま使うわけじゃないんですね。新しく植えるんですね。毎年うん、徳さんご存知のようにこうなるでしょう、うん、それは一本立ちだからこうなってんのね、うん、で秋にこれみんな切っちゃうわけよ、草刈り機で、うん、切って、はい、切ってマルチを外して、そのままにしといて、全部色が分かるように識別しといて、はい、この前17日に全部掘り起こし て、はい、色ごとに一本一本株分けするわけ、これ一本一本株分けしてるでしょ。一本一本がいいんですね、やっぱり。一本一本だとダメ、このザリ菊は、はい、うん、普通の、菊っていうのは宿根草でそのままいいでしょう、うん、だけどこれそのままでもいいんだけど花がもうバラバラになっちゃってダメなのよ、うん、この綺麗に丸くならないの、だから苦労でもこういうことしないと、ね、今日植えた後、じゃあ、手入れっていうか草取りとか、いろいろありますね。こう暑い日が続けば水管理しない、はい、散水して、あと雑草が置いてくるからこの畝管の雑草、まあ除草剤かけるんだけど、そうして、あとこの植えたところにも雑草出てくるので、それは一本一本抜けなきゃならない。その管理するにもやっぱり地域の人と一緒にですね。そうそう、地域の人がこんなに参加してるっていうのはなんか私にとってはなんかすごいなというか珍しいなというかね。まあ田島だと大関なんていうとね、みんな出てくるでしょうけどもね、先週大関やったり、ここ5月は毎週みんな作業従事してもらってんだもうあとまだ3分の1くらいですね。ここが一番、大面積で、ここやってお昼、あともこう2面あるから、もうちょっとで一つ終わりますね。根切る ね結構重労働ですよこれちょこっと休みながらやるしかない これぐらいいないとね、うん、なかなか大変なんで、うん、あと半分よりあんのかな
半分くらいか。あそこ広大きかったからね。一旦二つか。一旦ちょっとある、ね。半分行ったか行かないからね。うん、ご飯食べて頑張るしかないんだ。大変でしたね。うん、しょうがねえ。持ち主。持ち主、うん。あ、田んぼの持ち主？うん、違う。機械の持ち主だから。そう。機械だね。うん、はい。この日は会津鉄道の鈴木社長や役員の皆さんも参加しました。会津鉄道の社長をしております鈴木と申します、うん、年齢は65歳です、はい、2年前、社長就任ということでお世話になってます、はい、はい。元々はどちらにいらっしゃった？生まれはですね、猪苗代町の生まれで、国鉄就職しまして、国鉄から JR、それで、60歳で退職しまして、会津鉄道で18箇所目です。そんなに、はい、だったんですね。結婚して、36年になりますが、半分以上20年間単身赴任をしております。現在も単身赴任です。ここはですね、あのリバティが浅草から会津田島まで、運行開始したのがもう6年になるんですけど、はい、昨年が5年で5周年ということで、いろんなイベントをやってきました、はい、で、地域の宝探しをした時に、このザル菊というのを初めて見まして、素晴らしい活動されている方々だなということで、せっかくこれだけの、ザル菊が見えるところなんで、お客様をご案内しようということで、去年初めて団体のお客様を組んで、こちらのザル菊を見学していただきました、ということで今年も10月29日かな、計画をして、お客様に見ていただこう。地域の人はすごく喜んでますよね。いや、これだけ立派なね、ザル菊の事業をされている地元の方ですので、やはりそこを PR しないと、少しですけども会津鉄道としても協力できるものがあればというふうに思ってます。地元の方がこれだけ、中心になって、活動されていることですので、どちらかというとご年配の方が多いですけれども、これが継続されて地元の方のところにですね、お客様が多く来ていただいて見ていただくことが一番だと思いますので、継続できればというふうに思ってますので、一緒になって取り組んでいきたいなというふうに思ってます。慣れた頃は、だんだん終わりなのね。30年もいるんだけど、聞く日は初めて。ああ、そうですか。仕事どうでした？みんなでやる仕事は。午前中大変だったんだけど、今後はよっぽどいい。あとちょっとって思えば。天気次第だ。あとはなんとかなる。ザル菊は普段から見てたんですね、じゃあ。見てます。はい、今日植えたっていうことは、そうです。いや、最高だな。いや、世界でよかった。ヒロシャンツも東宮那須から、お疲れ様でした。まあ、あとこれから管理して、秋には会津鉄道さんのツアーが成功するように管理していきたいというふうに思いますので、ちょっと皆さん、折に触れて、この場を訪ねてきてみてください。本当に長時間熱中症にもならなくてほっとしてます。ありがとうございました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 。
地にあるんです。清らに澄んで流れる水と季節の風の匂い、緑に抱かれたこの街、優しさあふれています。小鳥の歌になぜか微笑む、そんな優しさなんです。